ビデオオプションは、三栄書房の子会社、サンプロスから発売されていた、チューニングカードリフトドラッグ、最高速などを特集する自動車愛好家向け、セルビデオ。現在は、ネット配信のみとなっている。初期は、オプションの動画版といっていい存在だったが、徐々に、オリジナル路線にシフトして行われ、雑誌版との連動企画も用意されている。今まで、人気のあった、 連載企画を1本にまとめて発売するもの。4本発売されている。DVD のみの発売であり、販売本数限定、販売方法は通販のみ、スペシャルエディションの後を継いで発売になった。といった号数が入らなくなった。現在9本発売されている。1998年、日本自動車研究所の矢田部高速周回路にて、 改造を施されたシビックで最高速アタックが行われていた際に、オプション2編集長である、マササイトウこと、斎藤マサオ編集長が救世する事故が起きてしまった。これによりしばらく最高速に関わる企画を自主規制することになった。しかし、稲田大二郎が、ブリッツ r ・ r マイナス348プロジェクトを始める際、行動で最高速アタックをするのは、 オプションの特権だと言い放ったことから再開された。その後、オーバルでの企画再開があったのだが、当時オプション本誌編集長であった、冬編は、かつて仲間を失った企画を掲載するか否かに、真剣に迷ったとのことである。現在、ヤ田部は、筑波エクスプレスの設置によって、移転、廃止され、現在は、ワーカム北海道と呼ばれる、ヤ田部よりも、 設計速度が高い高速周回路を使用して最高速アタックが行われている。ありがとうございます。